続きまして、専門家による説明でございます。説明は、県庁の建物を隅々まで使用すること、捜査状態での解説点もなく、神奈川県庁務局参事、村島より、県庁についてご説明いたします。村島庁務局参事、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は天気もいい中ですね、いろいろと本当は表の、フラーガーデンとかですね、ご覧いただきたいところではございますけど、よくぞ温泉町にお越しいただきました。当初、冒頭に調査会議会長の話があったかと思うんですけども、皆さんが県民の皆さんとして初めてこの2つしかですね、運営した清張を初めて行ったということでございますので、大変貴重な思い出の話です。約20分程度ございます。つたない説明でございますけれども、ぜひ清張の良さをですね、ここで今一度、感じていただければ幸いだと思います。改めまして、総務局参事の村島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私から遠くの人聞こえてます？聞こえてますか？大丈夫ですか？ありがとうございます。そうしましたら、時間もあれなので、進めてまいりたいと思います。今、本庁舎の正面を写してございますけれども、この3月までこの台風とかですね、この辺の塔を含めて、耐震補強工事をしましたので、だいぶ強くなりましたし、傷んでいたような台風を張り替えさせていただくということで、これも、皆さん4月になって、3月末から初めてご覧いただくということでございますので、よみがえった店長をですね、これからも愛していただければと思います。まず皆さん今日お越しいただいているこのお住まい局は4階でございます。清張ということでございます。これ分かりますけども、赤く塗っているところでございまして、この裏側、今カーテンで閉まっておりますので、今皆さんがいるのはこの空間ということでございます。3階の大会場から1階に登っていただいて、ここに来ましたけど、こちら日本通りがございますので、まさに正面、また中央にあるということでございます。それからご覧いただきますように、天井高が6メートルでございます。4階、5階の。大変高いお部屋ということになっております。これがですね、先ほどは創建当時とされたお部屋です。これが清張を改修する前ということで、地域政策関係に入るんですね。部屋で使ってたと思います。こんだけの、空間をですね、部屋で使っていて、大変もったいないなという時代が続きまして、耐震補強工事もともにですね、こちらを空いていただいて、運営ですということでございます。矢印がですね、三角形についてございまして、これお気づきになった方は大変お目が高いということになりますけども、実は廊下のところにですね、こういったような当番の当時ですね、16分割の真ん中に放送下という、後ほど説明しますけど、放送下という花をスライダーの4階にあるということでございまして、これがあるということでですね、外から見ても廊下から見ても清張であるということがね、気づいていただけるということでございますので、お帰りまたご覧いただければと思います。さて、清張とは何でしょうということでございまして、私も当然専門家でございます。戦前までのですね、大体こういった都道府県庁舎、市役所に必ず清張でございまして、大議員になっております。ご覧いただいてますように、当時、この建物設計協議、本編でですね、この建物を設計でしていますけど、その時にやはり清張とは何でしょうかという質問を受けた時に、三大説、大変式場、元日、紀元説、天長説、今でいうとですね、明治説とかと同じで、紫外説といったんですけど、そういった、時に行事として使うようになっております。皆さんのところに正面、カーテンがちょっと閉まってございまして、これは今後も多分開けることがないということになりまして、当時はですね、このカーテンの裏側に、壁がございます。白い壁のところに天皇皇后陛下のですね、ご神お写真が飾ったということでございます。で当時はですね、大日本憲法、憲法と呼ばれますので、主権は天皇であるという時代でございます。戦後は今の憲法になりましたが、主権は我々国民ということですから、こういった写真はもう関係ないということでございます。ちなみに昭和4年の4月24日のですね、横浜保育新法、これ今も7月にございます。こちらに天皇陛下がですね、関東大震災の後の復興の様子をご覧いただくと、第5、こちらに小桜井町の駅からずっと向こうの方まで、行幸策されていますけれども、その時に当然県庁にも入れていただきました。こちらの3階のところに議事室の村
ちらに天皇のお休み所がございますが、こちらの4階の聖女のところにはですね、陳列した天産物その他をご祝儀に遊ばされたという記事があるということでございまして、天皇陛下こちらに飾られていた天産品をですね、ご覧になられたという記録が残っているということで、当時の昭和天皇ですね、陛下としてでこちらに来られたということがあるということでございます。まあ、ところがですね、そういった立派な部屋だったわけですけれども、こちらに書いてありますように、本日の行政資料室さんということで、この平成5年までの前、ずっとですね、まあ、戦後いつからかわからないんですけど、まあ、いわゆる図書室みたいな時代になって、その後に事務室にしましょうということで、まあ、こういった部屋を作るためにですね、担当部長や事務室を作るために、まあ、工事を行って、さらにここにあったシャンデリアをですね、平成9年の段階で、約20年前です。それはものですよ。ということでございまして、その存在ですね、ほとんどの皆さん、職員ですらもう分かってやったということでございます。まあ、ただですね、まあ、幸いにもこのシャンデリア、部品はですね、すべて残してありまして、保管されていたということがございまして、後ほど説明しますけど、見事にこれは昭和3年の創建当時に残したということでございますので、大変重要なところでございます。さて、まずはですね、どういった感じだったかということでございます。これ25年の8月の日です。後ほどこのカーテンを開けさせていただきますけど、まあ、このような立派な部屋なんですけど、蛍光灯がですね、結構下の方にこう並んでございます。大変、まあ、なんとなくちょっと、まあ、やっていたいなという感じになるんですけど、なかなかこの聖女の一番中央のですね、教えがあったところの前に突き抜けているというのは大変、まあ、失礼な使われるかもしれないなというところでございまして、この扉、皆さん入ってきた扉の上もですね、まあ、こういった換気の設備があったりしてですね、廊下ってなりますね、廊下に座るというようなことでですね、出入り口もできないというような状況。そして、まあ、工事の進む中で、平成28年9月ですけど、ようやく今まで使っていた人たちが引っ越しをいただきまして、このように空間としては広がりを持たすことができますけれども、相変わらず、この床に皆さんも今日はですね、木の生のところにですね、ちゃんとかけていただいておりますけど、当時はタイレットカーペットがありましたので、なんとなく、壁も全部ペンキで白く塗ったり、吹き付けたりするようにして、なんかいい感じはなかなかないな。でこれをどのくらいのどういった形で蘇らせたかということがこれからの説明でございます。まあ、一つ一つちょっと細かくなりますと、まず床でございます。床ですけど、こんな黒ずんでたんですね。でなぜかというと、さっき言いましたように、タイルカーペット接着剤で貼り付けてたんです。でこれがもう長年こうくっついちゃってますので、もうなかなかこう取れないということで、まあ、特殊な液を使いましてですね、こうゴシゴシゴシとしごいたら、ちょっと汚いんですよ。こうやって、糊がですね、このように変わっているような状態になりました。で、これが元の状態ですけど、これを全部、この方ですね、職人さん、若いお兄さんです、ね、一人で一生懸命にですね、この広さをやって、このようにですね、切り替えるということになります。で、これも大変な作業でございました。で、こちらで見ていただくと分かりますように、ところどころ色がちょっと濃く見えるところがあります。やはりですね、使っている中で板が割れてしまっているというか、そういったことで、そういったところはですね、この前みたいな新しい板、まあ、これは同じチーク材なんですけど、これを足しているということで、皆さんの足元にどっちから方向かにはですね、あるかもしれませんけど、まあ、なかなかわからないようなかからないようにしますけども、そのような形で補強もさせていただいたところでございます。そしてですね、明かりがつかないとわからないんですけど、この船長の床の周囲ですね、窓側からこのずっと一番周囲のところ、扉のところ、ずっと周囲のところだけがですね、この寄せ木がございます。寄せ木というですね、まあ、これ、この感じでわかりますけど、こういった形で、いろんな色合いになるように、こう、柄を組み合わせているものになりますけども、ちょうど今、スクリーンの裏側になっている出入り口のところは、全くそれが取り除かれてしまっていましたので、これはちょっともう創建当時のものがございませんけど、同じような柄で、まあ、作り替えて、今は、こちらに寄せ木も復元したというところです。さて、この床なんですけども、天然木でございますので、使っているうちにやっぱり傷がついたりですね、汚れたりしてしまいますので、今で言いますとワックスを塗るというようなものでございますけども、こちらやっぱり天然のものでございますので、この銅引きというものでございます。汗の木で固めたものが、このパチンコチンになっているんですけども、こうやって熱しますと、ね、鍋のものを熱してますね。そして液状になります。
劇場になったところを一生懸命伸ばして、まず伸ばして、まあ、ご覧で一生懸命この床に染み込ませるということで、今もだいぶ染み込んでますけど、だんだんちょっと白っぽくなってるのが浮いてきてるということで、汚れでございます。ちゃんと染みてるということで、これが落ち着いてくるとですね、しっかりとした形が生活のものを取るということになっておりまして、まあ、一応コーティングしているということでございます。先ほど申しましたように、この窓が あるんですけど、これも4階、5階に吹き抜けてますけれども、こちらに照明がございます。で、この高いところですね、ロケメーターがございますので、どうしてもこの辺の壁を直すのにですね、足場を置かなきゃいけないということで、ずっとですね、壁際に足場を高いところまで直すということでございます。で、これがですね、この壁がまた特殊な壁でございまして、これ、コルクチップですね、ワインとかのコルク、あれがもっと粒々に細かくて、で、これをですね、まあ、このような塗装の上に塗るとこんなようになります。で、皆さんのちょうど目の前ですけども、ちょうどこの辺、なんとなく色が変わっているように見えますか？ここ。で、だったら変わってますよね。はい。ここはですね、この写真でありますように、こう欠けてたんですね。もう塗装が取れてしまいました。で、これをこのようにコルクで入れまして、最後に塗装をかけて、今同じように、まあ、ちょっと若干どうしても遠いですからありますけど、このように同じように仕上げるということでございまして、これ最初に白いところにペンキを一回塗って乾かないうちにですね、この職人さんが一生懸命こうやってコルクをこうやって前につけて、で、上からもう一度塗ったということで、大変手間のかかってる仕上げです。これは当時の図面にもコルクを仕上げたりございましたので、同じように見させていただいたというところでございます。それから正面のその、まあ、いわゆる通常大安殿といっているところです。ご支援があって、大安殿というところで舞台になります。うちの場合は、清張の、そこは清談という名前ですね。その両側に壺台、まあ、当時は花瓶があったりもございます。そこのところの上もですね、後ほど明かりをつければ見えますけど、このように、どちにもよくなってございます。これも修復させていただくところでございます。そしてですね、もっと悲しい出来事があったんですけども、今のこの位置、ここの位置ですね、私がいるこの位置ですね、この位置まで舞台があったんですけども、実際に工事を始めた時はここにまで、ここでずっと確保されてしまってましたので、この部分がなくなっていたんです。でそれを今回、付け足したんです。これはどうしてももうありませんから、現在の材料ですけど、奈良の木の木材を土台を含んでいただきましたので、幅とか形はこのように復元させていただきました。まあ、質感はどうしても後ですから違います。このようにですね、もう取られてしまうというところに一生懸命職人されまして、組み立てて、それで仕上げをして、塗装をかけたら特になっていまして、まあ出来上がればですね、あ、こんなもんかというところでございますけど、ここに至るまではですね、結構職人さんたちの手がかかっているということでございます。さて、今度は扉でございます。で、今度はお買い物扉もご覧いただきたいと思います。先ほど換気扇みたいなのがあったんですが、欄間がございます。欄間のところもこのようにですね、換気扇があってございました。これはですね、本当はもともとはこういった再興された彫刻がついている欄間だったんです。で、それを今回新たに作りました。で、この柄は何かというのでございますけれども、実は3階に先ほど言いましたように貴賓室がございまして、そこの扉の欄間は今のところです。まあ、天皇陛下ゆかりということでございますので、現在京都御所の紫宸殿でございます。そちらに玉座がございまして、広い前庭がございます。先日昨年行きましたときまだ工事中でございましたけれども、玉座に座って前庭を見ますとですね、右に立花、左に桜ということで、ウコンの立花、サトン、桜ということになってございまして、これも彫り物をされているということでございますので、後ほどお買いですね、欄間をですね、見たいと思っております。その彫刻のところにガラスがはめ込んで、そこに組み込むということで、大変手がかかっております。これは図面に基づいて、あと見本がありましたので、若干マニアックになってまいりますけども、扉のですね、この握り玉、これもですね、古いものと新しいものがございまして、新しいもの、同じ形のものを作らさせていただいています。で、帳板なんですけれども、こちらの扉の帳板は新しくしました。で、皆さん入られてきたの扉は、少しこのようなものです。若干形が違います。まあ、こんなことを覚えていただく必要はあんまりないんですけど、帳板を頑張ったと
というところをですね、努力の成果を見させていただきました。さらにこの塗装の色の違い、こちらは新しく塗り替えということでございます。さて、やはり先ほど点灯式をさせていただきました。いかがだったでございましょうか。これ大変仕組みが難しくなってございまして、一口に説明するのは大変難しいんですけども、金具と金具とですね、金具それからガラス棒、これがセットになって全長 2.65m、 直径一番最大 1.3m ということになります。ちなみにこのガラス棒の数は769本ということでございまして、このガラス棒すべて全部揃っておりますので、ガラス棒そのものになります。で、なんか、ね、実は長いガラス棒と短いガラス棒がついてる、なんとなく見てわかりますね。それが中に、まあ、要するに銅線、針金みたいので通していて、最後のビーズで取ってる自分の格好になってますので、そこの中身のところをだいぶ錆びてまっすぐな場所です。それが今きらびやかに輝いてございます。これは電球は最近 LED 照明です。ただこれもですね、4種類ぐらいある中からどれがいいかなということで工場まで行きまして、いろいろやってみてこれが一番いいんじゃないかなというところをさせていただきました。ちなみに前面のですね、ブラケット照明、なんとなくろうそくが残ったようなというか、後ろにございますこちらのですね、リッチテンダーと言ってます。こちらの照明すべて LED ですけれども、種類も違っているということで、その雰囲気に合わせて直せていきます。これが全体の姿ということで、飛び立てるということですけども、これが全部バラバラになったわけです。で、このようにですね、もう一度並べ回してみたいということでございます。わかりました。このガラスの、ね、ボールから並べますと、このようにね、こんなような、どうもすごいようなね、並べますということでございます。で、これをですね、まあわかりますけども、ここにビーズがあって、これにこう、ま、真ん中に線がある部分がある。これをこのように線とこれを組み合わせて作るということで、大変気の遠くなるようになるんですね。で、この電気を作るので、それからこのような飴を並べる、まあ、このようにすべて、若干これがこの辺はですね、少し欠けてたと思います。ほとんど、このことで、見直させていただきました。で、これは工場でですね、どうやったら一番いい機会が出るかなということで、さて、この重さがですね、大体220キロぐらいですね。大きなお相撲さんよりもちょっと大きいかな。で、なんで平成9年の時にシャンデリアを取り外してたかって、いろいろ調べたところ、危ないんじゃないか。やっぱり地震に揺れたら落っこちゃうんじゃないかということで、沖のなんか偉い人がですね、危ないものは取り出した方がいいんじゃないかということで撤去したらしいです。じゃあ、いかがと同じその創建当時のものだったら、潰してますから、必ず危ないんじゃないかということで、真ん中辺のお座りの方はだいぶ不安になってきましたね。実はですね、今回これがその屋上の座りですね、5階のところ、このように新しい鉄骨でちゃんと押さえて、これは元々の屋根の防口という、あの屋根を受けてですね、天井を受けてる鉄骨とも、それもありますけど、ここにちゃんとしっかりしたものを作りまして、ここにフックを、でフックの頭が出てまして、これですね、これにこのシャンデリアの芯をかけて、ここと上を結びつけていて、実はですね、これあんまり固定はしてません。なんで固定してないかというと、揺れた時に一緒にこうやってガチッガチッって帰って危ないので、ガラスも割れてしまいますので、揺れてもこれは少しドゥルンドゥルンドゥルンとなるようにして、フリにして力を逃がそうということでですね、ここではしっかり押さえるということで、危なくないですね、ということでしましたので、まあ今地震が来ても大丈夫です。はい、組み立てるときはですね、この高さですから、ローリングタワーをつけますと、一生懸命そこにちゃんとこの間に入ってですね、この大きなものを一つずつ、上からですね、順番に並べて、それから配線もしながらガラス棒もこれからやってということで、大変一番神経を使う作業でございました。ということでですね、だんだんガラス棒がつくとだいぶ雰囲気が出るということでございます。これ足場が見ますから、この辺が多分です。それから、このデザインですね、このようなデザイン、ずっとこちらの上に、まあ、今つけて見えてますけど、このような形で、これ当時の工夫だと思います。
で他のものもですね、しっかりとこのように洗浄して一応工場のものですけども、きれいにさせていただきましたので、今は軽く検討しているところでございます。それから今皆さんの後ろがちょうど後ろ側になっちゃってなかなか見れないので、後ろ側をご覧いただきたいと思いますけど、これも2つございまして、ここの上のところはこう、ギザギザ模様になっている大変な模様ですね。大変なんです。大変ということで、木が燃え下がっているように勢いがあるんです。そういったことも、こういったあの鉄製で金属製でできてますけど、このようなものもですね、今作ることが難しいということで、何とか行かさせていただいて、ちゃんとしっかり止めてですね、お使いにしているということでございます。で、部屋で使う、これから儀式で使うと思ったら、こんだけの大きさでございますので、やっぱり今はいいですけど、暑い寒いとなった時に冷暖房どうしようか、あんまりですね、この辺に機械が固定してしまいますと大変見苦しいということになります。ということで、空調機械はこの窓のところに5つ窓があります。窓のところに全部機械が固定して、ちょうどこちらの引き出しが、ここから吹いて下からこう熱に散っているというような仕組みになります。それから私のところの上、カーテンのところに上だけですね、あちらもそうですけど、上だけ穴が開いていますけれども、これはですね、ここに換気があります。ここ窓、屋外からの新鮮空気をこうやって入れて、実は今カーテンで縛ってるんですよ。この中に扉がありまして、そこから引いていって、また新鮮空気を入れる。それから冷暖房も一気にございまして、こちらにこのように隠れておりまして、ここからちゃんと吹いてですね、まずから、それなりに冷やしたいなということになります。儀式ある時はちょっとみっともないかなということで、こうやって隠すということですね。まあ、いろんな使われ方がするということになります。このようなね、これ今元はどのような感じで、これで今直す、でこうやって吹いてくるというようなことを大変説明しているところでございます。で、どのようになったかといいますと、防火側の扉、このようなものがありましたけど、こうきれいに回り戻りました。内側から見てもこういった反省がなくなって、各扉のようになりました。それからこの蛍光灯があって白い壁だったのも全部同じような形にして、このように寒いでほしいということで、朝日が来るんですね。このようなですね、汚いところがですね、これが創建当時のところです。どうでしょうかね、どんな感じですかね、これ同じぐらいのところですけど、ほぼ同じように、ちょっとカーテンですね、当時、これ部屋は抜けてました。